この人ですね、はい、お名前ご存知でしょうか。まあ、カルネさんっていう名前なんですけれども。誰？というわけでオンジャスどうも佐藤でございます。カルネ好きな人ごめんなさい。果たしてカルネのことが情熱的に好きな人がいるのだろうかっていうところは、まあ、疑問ではありますが、まあいるんじゃないでしょうかね。別にこれバカにするためじゃなくて、カルネについて知っていこうという、トレーナーの解説の、お話になります。ちなみにこれ本当にすごいことで、普通トレーナーの名前を入れると Google に一発で出てくるんですけど、まあね、1ページ目にカルネ出てこないんですよね。これすごいですよ、マジで。この、印象の浅さというか、空気感。それを今回、覆してやる。そんな動画にこぎつけられるかどうかはちょっとわかりませんが。はい、公式設定見ていきましょう。カルネ、華やかな衣装に身を包んだカロス地方が誇る大女優カルネ。ポケモントレーナーとしての顔も持っており、実力のあるトレーナーには興味を示すことがあるようだ。まあ、めちゃめちゃ薄い気がするんだけど、気のせいなのかな。それではカルネの、まあ、語源みたいなものも探っていきましょう。まあ、カルネですね、まあ、お花ですね。まあ、一応ファンの考察では、カーネーションが語源だって言われてます。まあ、ただ、フランスと関係があると、考えるのであればですね、これが非常に面白い。まあ、カルネっていうのは、まあ、フランス語で ATA 条約、物品の一時輸入のために通関手帳に関する条約に基づき、物品を他国へも一時的に持ち込む際に一時輸入通関を簡易的に行うための制度、またはそのための通関手帳、だそうです。はい、これが元ネタになっているのであれば、ATA 条約と非常に関係が深い、そんなトレーナーになっているとか、もう信じるか信じないかはもう知りません。まあ、素性は不明な彼女なんですが、まあ、副業も持ってるんですけど、チャンピオンと大女優。まあ、ただ、チャンピオン衆がプンプンしてましたよね。しかし、なんか、シロナさんみたいに、なんか最後までそんな干渉してこないみたいな、そんな女優でした。歴代のチャンピオンって結構、主人公に協力的だったり、悪の組織に立ち向かう際に助けてくれたりして、最後、あ、こいつチャンピオンだったのか、みたいな、ところはあるんですけれども、カルネさんの場合、クリアまで2回しか会うことがありません。しかも、まあ、悪の組織に対して何かをするっていうわけでもなく、まあ、ほぼ最後まで空気っていうわけですね。まあ、一応フラダリとの親交もあった彼女なんですが、フラダリの思想自体には、まあ、そもそもそのフレア団を結成する前から、結構親交があったらしいんですけど、なんかどっか、フラダリはおかしなところがあるなって、まあ、気づいてたぐらいですかね。悪の組織との関わりは。そんなカルネの性格、こんなセリフがあります。私強いトレーナーである、あなたのことをもっと知りたいので。これポケモンのシステム上しょうがないんですけど、私強いトレーナーであるってこの区切っていくと、めちゃめちゃやばいやつみたいになる。もう会話できてないからね。もうこれペルソナで悪魔をなんか合成した時に出てくるようわからんセリフみたいになってますからね。はい。で、モチーフがもう一つあって、これは非常に言われていることなんですけど、オードリー・ヘップバーンですね。こちらの、女性、非常に美しい女性になってるんですけど、まあ、1925年に生まれた、ベルギーで生まれた、世界的有名な大女優です。まあ、一応このイギリスの女優なんですけど、まあ、結構髪型とかあと眉毛とかが非常に似てますね。まあ、その辺はモチーフになってるのかなって思います。まあ、これ有名なのがローマの休日ですね。ちなみにこの特徴的な髪型はヘプバーンカットって呼ばれてます。まあ、カルネも若干ヘプバーンカットになっているというわけです。あ、ちょっと余談多くない？あー、バレた。いや、マジでやばい。マジでカルネ情報がなさすぎると。まあ、ここまで話してきたんですけれども、まあ、カルネもね、これ多分 Z 版の呪いにかかってましてですね、 Z 版で語られるべく用意していたキャラクターなのに、まあ、出せなかったからこそ、これ今までで一番カルネって情報がないっすね。だからこそ、まあ、性格っていうのも不明瞭なんですよね。まあ、一応カロスのことは好きで、主人公にフラダリからカロスを救ってくれてありがとうみたいな、ことは言われるんですけれども、まあ、これ何が言いたいかっていうと、マジでわかんねえ。まあ、ただ一つだけ言えることがあって、まあ、とりあえず彼女は大女優です。しかし、まあ、おばさんってわけではなくて、まあ、高い実力があったんでしょうね。
それで耐性していった、まあ、早期熟成タイプみたいな、長い年月をかけて耐性するっていう女優というよりは、もうなんかいきなり、素晴らしいカリスマ性を見せていったっていうスタイルですね。ミアレシティの巨大スクリーンには、彼女の、なんだろう、主演作みたいなものが、映っている時もあります。そして、まあ、カルネのちょっと悲しいポイントがもう一つあって、チャンピオンなんですよね。何度も言ってますけど。チャンピオンなんですけれども、彼女を倒してエンディングになるんですが、実際彼女って、まあ、ちょっと言い方悪いんですけど、かませなんですよ。最後の、ボスっていうのは AZ なんですよね。AZ との戦いを経てゲームクリアみたいなところにもあるんで、やっぱ AZ の物語がエモいじゃないですか。そのせいでなんか本当にどんどんなんか影が薄くされていったっていうキャラクターなんで、まあカルネは本当にポケットモンスター界で、メインのキャラなのに最も影が薄いキャラ、と言われています。発想を転換させてみましょう。悪役の戦いをサポートしてくれなかったんじゃなくて、サポートできなかったって考えてこれをアプローチしていきましょう。カロス地方には四天王プラスチャンピオン、この5人がいますよね。まずガンピー、そしてドラセナ、ズミ、そしてパキラ、プラスカルネです。はい、まあ一人異質なトレーナーがいることは覚えてますかね。そう、炎トレーナーのパキラです。パキラは四天王であり、そしてアナウンサーです。そう、メディアに精通している女性なんです。パキラは殿堂入り後、ハンサムのイベント覚えてますかね。彼女には裏の顔があったことが明らかになります。まあ、若干雰囲気にも出てる気はするんですけれども、彼女の正体はフレア団のメンバーでした。そう、彼女はフレア団にとってはなくてはならない存在、そして便利な存在でした。ホロキャスターにはニュースが流れるという機能があるんですけれども、フレア団っていう名前は一切出てくることがないんですね。まあ、出てくるとしてフラダリのいいところみたいな、そういう企業としてのアピールみたいな、ところが報道されるので、これはいわゆる情報操作ですね。そして印象の操作も行っていたという、まあ、つまり XY にいる、まあ、優秀なトレーナーたちってあんまりフレア団の存在を認識することなくエンディングまで行くんですね。素晴らしいトレーナーたちがね、報道されたら止めに来ちゃうから、その情報規制を行っていた。つまり彼女は報道機関として情報を規制し、カロス地方で最も強いトレーナーたちであるチャンピオンと四天王を監視し、フレア団の情報が流れないようにしていたスパイだったとファンの中では考えられています。なのでカルネが影薄くなってしまったのはこいつのせいなのかもしれませんね。というわけでカルネの空気感を増させてしまった、そんな AZ の話を次回していきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするとですね、明日のご飯がハンバーグになると。で、まあ大喜びですよね、皆さんね。手ごねハンバーグ好きでしょ。なのでぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは新エンディングどうぞ。